2022年11月、日本の南西諸島で実施されたキーン・ソード23は、日本とアメリカが共同で行う大規模軍事演習です。この演習には、約3万6000人の兵員と270機以上の航空機、30隻の艦船が参加し、中国の軍事的進出に対抗する抑止力としての意義を持つものとされました。実動演習は、地域の安全保障環境を鑑み、中国の挑戦に対する明確な回答として位置づけられています。尖閣を念頭に置いた訓練も開始です。詳しく見ていきますね。2022年11月、日本の複数の場所で、今後の南西諸島の防衛を強化するための日本とアメリカとを中心とした合同軍事演習、キーン・ソード23が、10日から19日にかけての10日間の日程で実施されて幕を閉じた。今回で、キーン・ソードは、通算で16回目の実施となった合同軍事演習だが、おおむね、1年おきに、机上演習と実動演習が繰り返される形式であり、今年2022年は、言うまでもなく実動演習に該当するものとして実施された。今年のキーン・ソード23には、日本の陸海空3自衛隊と、アメリカの陸海空軍及び海兵隊が主力として参加し、両者の合計で、人員約3万6000人、艦艇約30隻、航空機約270機が参集する大規模な合同軍事演習となった。また、こうした陸海空の通常の実動部隊に加えて、宇宙やサイバー領域、電磁波の分野にも、参加部隊の枠は広げられており、近代戦に求められる物理的な戦場以外における戦いにも対応すべく計画されたことが伺える。今回のキーン・ソード23では、鹿児島県や沖縄県の複数の離島が、各種の演習の舞台として用いられ、日本の南西諸島に向けた島嶼部における奪還のための水陸両用作戦や、離島防衛のための各種の内容が包括されたものだった。無論、そうした合同軍事演習の中で想定されているシナリオというのは、南シナ海や東シナ海への海洋進出を推し進めて、周辺国との圧力を強め、また台湾をめぐっては、武力による統一も辞さないと公言する中国を念頭に置いている。中国は、今年2022年9月には、台湾をアメリカのペロシ下院議長が訪問したことに、大きな反発を見せ、台湾を取り囲む形で、大規模な軍事演習を行い、その過程では、日本の排他的経済水域内に弾道弾を落下させるなどしている。そのような行為に及んでいる中国に対して、何の備えも日本が行わないと考えることは、むしろ危険な兆候だという人々の声の方が、市政では、大多数を占めている状態にあるが、地方のマスメディアに限れば、そうとも言い切れない。沖縄本島を基盤とする琉球新報や沖縄タイムズといったマスメディアは、今回のキーン・ソード23に対しても、その記事を読まなくともわかるような従来通りのステレオタイプな主張を、これでもかばかりにと繰り返している。一例を挙げれば、今回、与那国島に航空自衛隊が C2 輸送機で運び込んだヒトロ、駆逐機機動戦闘車に金切り声を浴びせており、今回の訓練にあたり、国が、同車両の行動での走行を許可したことについて、激しい論調でこれを非難している。ヒトロ駆逐機機動戦闘車は、2016年度の予算から調達が始められた8輪の車輪を持つ双輪式の装甲車であり、主砲には、52口径 105mm ライフル砲を搭載すると、確かに、軍事に興味のない人々からすれば戦車しかとした外観を有している車両だ。このヒトロ駆逐機機動戦闘車が、今回のキーン・ソード23で、初めて、与那国島の行動の走行を許可されたことについて、琉球新報や沖縄タイムズといったマスメディアは、その主兵装も隠さず持ち込まれたとして、非難を集中させた。しかし、いちいち訓練場所である与那国駐屯地に与那国空港から移動するためだけの場面で、付近の住民の目に触れにくいようにと、手法を外して移動を行うなどといった運用が非効率なことは、大多数の人々にとって認識されている。琉球新報や沖縄タイムズといったマスメディアは、それが、どのような種類の兵器であろうと、
住民に対して不安感をにじませるものだという論調を続けているが、兵器そのものをもともと禍々しいものと揶揄する体質は隠せない。誤解を恐れずに無理やりに言えば、ヒトロク式機動戦闘車の搭載する52口径 105mm ライフル砲の火力など、冒頭でも述べた日本の排他的経済水域内に着弾した中国の弾道弾の脅威からすれば比較にもならないだろう。一歩間違えれば大惨事に発展しかねない。そうした弾道弾等のミサイルを躊躇なく発射してきた中国に対してではなく、自衛隊や在日アメリカ軍に対してのみ、必要な敵外心を向けている姿勢というのは、全くもって理解に苦しむ。例えば、同じ日本の南西諸島のマスメディアであっても、八重山日報の記事などは、琉球新報や沖縄タイムズのそれとは、大きく論調が異なり、金騒度23をめぐっても、あくまで客観的であろうとする筆致が感じられる。八重山日報の2022年11月3日掲載の記事では、非駐屯地に入るのは、2016年に同駐屯地が開設されて、以後、初めての出来事だとしつつも、日米の軍事協力の強化には、賛同の意を示している。それは、与那国島の地理的な位置は、台湾本島から、わずかに 100km 強しか隔てていないことを自覚したゆえのことであり、この秋に、異例の3期目に突入した中国の習近平国家主席の政権に対する警戒感をにじませている。台湾から至近距離にある与那国島では、中国による台湾海峡有事が発生した場合の危機感を肌で体感しており、不幸にして、そうした事態が現実のものとなることを想定すれば、日本とアメリカの協調は必須だと説いている。一方で、八重山日報は、与那国島の住民の一部からは、アメリカ軍が今回のキーン騒動23に際して与那国駐屯地に入ることを危惧する声もあると記載し、そうした存在によって、逆に、与那国島が攻撃にさらされる可能性を心配していることを伝えている。ただ、こうした反対派の意見に続けて、八重山日報は、今回のキーン騒動23について、防衛省が事前に示した内容として、アメリカ軍は、与那国駐屯地内のみに、海兵隊員およそ40名が入るだけで、島民の生活への影響は、少ないはずだもと記している。この正論だけでも、八重山日報の姿勢には頭が下がるが、さらに、同記事内では、今回のキーン騒動23と通じ、自衛隊とアメリカ軍とが、連携と対処能力を強化することは、相手側つまり、中国の侵攻を抑止する最大の力となると説いている。南西諸島でキーン騒動23のような日米での合同軍事演習を行う意義は、もしもの場合の中国からの侵攻に備え、それを実施されぬように、有効な反撃能力を持っていると示すことに意味があることを正確に伝えている。そして、沖縄本島においては、太平洋戦争における凄惨な地上戦が行われた経緯から、根強いアメリカ感情や軍隊に対する不信感があることにも触れつつも、そうであるからこそ自国を守る自衛隊の充実を希求する意図が溢れている。こうした隙のない正論で、キーン騒動23を擁護する八重山日報のような存在もあるかと思えば、旧態依然とした左翼思想を振り回し、むしろアメリカが中国を挑発しているのであり、日本もそれに利用されているのだと嘘吹く反対派も数多い。東京生まれで、元毎日放送の女性アナウンサーだったという経歴を持つ人物は、こうしたキーン騒動23等の合同軍事演習をはじめ、日本やアメリカが中国をはじめに威嚇したから、こうした軍事的な緊張が高まってるのだと説いている。こうした中国を軍事的に挑発する行動を、先に日本やアメリカが行っているのだから、中国としても対抗上、軍事的な牽制を行わざるを得ないのだと主張しているのだが、以前ならいざ知らず、日本で多数の支持は得らえないだろう。このような連中は、キーン騒動23等の合同軍事演習に対し、それは軍事訓練ではなく、中国に向けた軍事力を誇示する挑発であり、日本とアメリカとが保持する力をこれでもかと見せつけている催しだと非難している。しかし、ロシア・ウクライナ戦争の世紀に見るように、現代においても軍事力で勝ると相手側が判断した時にこそ、
軍事力を使用した侵攻は起こり得るものであり、抑止目的で誇示することは戦略としては正しいとしか言いようがない。この演習では、陸海空軍及び海兵隊が実動部隊として参加し、宇宙やサイバー領域、電磁波の分野までカバーする近代戦の全域にわたるシナリオが想定されました。特に、中国の南シナ海や東シナ海での活動の増加を踏まえ、地域の安全保障と自由な海洋活動の確保を目的とした抑止力を示すために計画されました。演習は、水陸両用作戦や離島防衛を中心に行われ、日米同盟の実効性と連携強化が重視されたものでした。中国が台湾問題で示した軍事的な姿勢に対する回答としても位置づけられ、地域の安定と平和維持に貢献する意図があったことが明らかです。